第1試合ジュニアタックリーグプレビュー、北宮光弘熊野人志組対ロッキーロボ人造組。七夕まで2日、ノアのファンの願いは叶うんでしょうか。メインイベントに新日本永田対丸口の一戦が控える有明コロシアム大会、第1試合はタックマッチ20分の一本勝負。ジュニアタックリーグプレビューと題されまして、メキシコ出身の2人がやってまいりました。まずはこちら黒いタイツの人造、赤と白のタイツロッキーロボクレイジーダイナスティ、ロボ人造組。 7.18 新潟大会から始まる日テレ G 達祭争奪ジュニアタックリーグ戦へのエントリーが決まっています。そしてそのリーグ戦にこちらも参加が決まっている北宮道弘熊野人志組の入場を迎えます。 7.18 から 8.2 熱く激しいジュニアの戦い、その前哨戦となりますこのジュニアタックリーグプレビュー。まずは赤のショートタイツ熊野人志、そしてダイヤモンドリングからノアに移籍しました北宮光弘であります。このフレッシュな2人がまずはメキシコ出身のこのコンビから1勝を挙げて、幸先よくジュニアタックリーグ戦に駒を進めていきたいというこの一戦、20分の一本勝負タックマッチであります。場内からは熊野北宮への声援が飛んでいます。有明コロシス、こちらがメキシコ、そのタッグであります。画面の左黒いタイツが人造、そしてマスクマンがロッキーロボであります。こちら赤のタイツが熊野人志、今がっちりと握手を交わした黒のタイツが北宮光弘、先発は北宮、そして人造であります。今第1試合のゴングがこの有明コロシアムに響きました。オープニングマッチ、画面左メキシコ出身の人造、そして今ヘッドロックに移行していったのが北宮光弘であります。ロープを背に振っていくパワー勝負、おっとすかさず立ち上がった人造を飛び越えて、初来日のメキシコ出身の人造、1回転ルチャリブレの動き見せていくことができるんでしょうか。ニュートラルコーナーから振り返した、抱え上げてエルボーかしてハイキック、ロープ上段、そしてスワンダイブ、お上から反転して投げていきます。アームホイップ、ラリアットかわしてドロップキックの打ち合い、これは距離を取るか。序盤から激しい動き、お互いの実力動きを測っていこうという両者です。両チームタッチを交わします。マスクマン白いタイツのロッキーロボクレイジーダイナスティです。メキシコ出身、あのスペルクレイジーの甥に当たります。赤いタイツは熊野人志、ジュニアタックリーグでは果たしてこの両チームが相まみえるということになるんでしょうか。空中戦に持ち込もうというところですが、これは冷静に見ていました熊野人志です。白いマスクを捉えていこうという熊野ですが、エルボー2発から距離を取った、かわして素早い動きに行くか、ワンポイント1回転、あと背中にドロップキックを見舞っていきました。ロッキーロボ171センチ、74キロ、19歳というこのロッキーロボです。おとロープを使って、あ反転、重力をも加えていきましたこのロッキーロボ。ルチャの動きをところどころに加えてくるというショートレンジラリアット。ロボ人造組は 6.21 島田大会からノアに参戦しています。ロボから人造にタッチが交わされました。赤いバンダナの人造です。こちらは171センチ、80キロ、年齢は無詳だと分かっていないという人造、初めて来日をしました。まだその実力は未知数というところか、バックドロップ投げ捨てていきました人造です。7.18 新潟大会から始まります日テレ G 達祭争奪ジュニアタックリーグ戦、 8.2 ディファ有明で優勝決定戦が行われるということですが、さあブレーンバスターの体制、これは体を入れ替えました熊野人志、全10チームが参加します。 AB2 ブロックに分かれてのリーグ戦ということで、まだこの北宮熊野組とロボ人造組がリーグで対決するかは分かっていません。強烈なエルボー、そして
ロボにも加えてきました。この北宮ですが、どんどん体が大きくなっているという成長著しい選手です。鍛え上げられた上半身、現在95キロ、ヘビー級に劣らないというパワーを見せていこうという北宮です。カウント一つで返しました。腎臓フレッシュコンビと言われている北宮と熊野が、果たしてジュニアタッグリーグで躍動することはできるんでしょうか。エルボー対決、強烈なミドルキックを北宮、3連続エルボー、そしてニュートラルコーナーから対角線に振っていく、距離を取ってエルボー、もう一度がその場でドロップキックを放っていきました。さあそしてダウンさせることを許しません。おっとセカンドロープの間抜けていく、トリッキーな動き、スワンダイブ、ドロップキック、ミサイルキックを放っていきました。一瞬の切り返し、流れを変えたかメキシカンタック腎臓から今ロボにタッチ、トップロープを飛び越えて熊野仁にも変わっています。赤コーナーサイド、さあロッキーロボは何を見せていくか、スペルクレイジー、その老いとして、あるいはそのいとこにはペサディーヤといういわゆるルチャドールの血を引いているというロッキーロボです。フィッシャーマンスープレックス、そのままホールドする、これは腎臓のカットが間に合います。北宮が腎臓を場外に落として、北宮と熊野でロッキーロボを捉えていこうというところ、ダブルでのドロップキック、鮮やかに決まりました。いつもは第一試合のライバルであるこの北宮と熊野、徐々にこのタッグパートナーシップというのが築き上げられてきています。ロッキーロボはそのまま DDT に持ち込んでいった。さあ元腎臓が入ってきて下から勝ち上げる、側頭部に蹴りを見舞っていきました。試合時間は5分を経過しています。今度は青コーナー、ロボ腎臓組の時間になりそうだ。おっと熊野が振り返した、1回転ロープを使って腎臓ロリンソバット、蹴りを見舞っていきます。合体技か、おっとその場ムーンサルトと、そしてボディープレスを見舞っていきました。北宮のカットがなんとか間に合って、お互いが両チームの持ち味を存分に発揮しています。さあ腎臓が飛ぶか、飛ぶか、飛んでいく、腎臓。そしてリングの上ではロッキーロボが熊野を捉えていく、首をかっきっていきます。ロープを使ったそのワークを見せていく、ニュートラルコーナーから後ろを見た、サードロープ、セカンドロープ、そしてトップロープからロッキーロボが有明に舞う、川に行く熊野は返せない。メキシカンコンビがこのジュニアタックリーグのプレビュー制しました。ロッキーロボ腎臓組が日本のこのフレッシュコンビ鮮やかに下しました。 7.18 から始まりますジュニアタックリーグ戦の台風の目になるかもしれません。メキシコ仕込みのムーブメントをいかんなく発揮しました。試合時間は6分6秒、トレスアミーゴスによってロッキーロボが熊野仁を下しました。まだそのジュニアタックリーグのブロック分けは発表されていませんが、 A ブロックあるいは B ブロック、同じブロックになりますと今日の借りを返そうという北宮熊野のその強い意志が発揮されるかもしれません。プレビューと題されたこの前哨戦はメキシカンタックの勝利。今一礼をして悔しそうな表情を浮かべながら北宮が引き上げていきます。 7.18 新潟から 8.2 FIFA有明まで繰り広げられます。ジュニアタックリーグ戦へ悔しい思いを持って臨んでいくことになるフレッシュコンビ、そして台風の目となるかメキシカンタックが今勝利を挙げて花道を引き上げていきました。